神話の邪神ハスターことオーマイハスタでございます。羊さんたちこんばんハスターかな、こんばんハスターで合ってる、うん、始まりましたフロハスでございます。今日も楽しく歌ったり喋ったりしていきたいと思います。ということで遊びに来てくださっている羊さんたちのお名前を歌いたいじゃないやりたいと思います。ナイル77さん、いやいやハスター、こんばんは、ようこそ。プロジェクトアスキーアート2さん、いやいやハスター、こんばんは。りょうざんはくさん、いやいやハスター、こんばんは。ギアさん、いやいやハスター、こんばんは、ようこそでございます。さてはラップパート歌えないな。歌えるし、水面下で絡まる善悪でしょ言えるしはい、ということで初っ端から、今日はね、そうアニソンを歌うフロハス、まあ、フロハスっていうのはなんだろう、17ライブをハスタ昔やってたんですけど、その時にね、なんだろう、リバーブをねガンガン聞かせて、でまあアカペラで歌ったりとか、こうたまにこうやって音楽を流して歌うみたいなことをやってたんですよ。まあその名残というか、なんか17でもやれてたし YouTube でもやれるといいなということで、 YouTube ではねこういう感じで、まあお歌とね雑談という形でやっております。まあ1個目は、まあ知ってる方もほぼほぼ知ってるんじゃないかな、リサさんのグレンゲですね、鬼滅の刃、アニメ鬼滅の刃の曲でございました。はい、ありがとうございます。聞いていただきありがとうございました。ということで、とりあえず通常の通常の BGM に戻そうかな、いい感じで終わったので。よいしょ、こんな感じで音大丈夫かな、デスクトップ音声切っといた方がいいのかな、よいしょ。はい、じゃあこんな感じで始めていこうと思います。はい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 、テケリリさん、いやいやハスターこんばんは。矢心タイさん、いやいやハスターこんばんは、ようこそでございます。出遅れた大丈夫、まだ1曲目だから。ちょっと最近ねフロハスするときにね、1曲目速攻で音楽流して歌うみたいなのにちょっとハマってます。この前からちょっとかっこよくない、なんかいきなりこうジングルがチャ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 、こうやってちょっと無音状態が続いてから、強くなれるってさすごい今ガラッとけど声、そうやるとかっこいいなって思って、ちょっと今日は一発目から歌ってみま
ました、うん、まあね、今日は何曲ぐらい用意したのかな。一応ね、7曲か8曲ぐらいちょっと見繕ってきて、まあ歌えるだけ歌おうかなみたいな、そんな感じで、中にはまあちょっと BGM というかカラオケが用意できたものもあったので、それはカラオケで歌おうかなと思いつつ、他の曲はまあアカペラで歌ったりとか、うん、やっていこうと思っております。今日はアニソンなのでね、もしかしたら羊さんたち結構知ってるんじゃないかなって思ってます。結構ね、ハスタ的イメージなんですけど、こうアニメに詳しい羊さんが多いイメージがあるんだよね。うん、なのでそんな感じでやっていこうと思いますよ。初手から歌うのはつかみは完璧ですよね。あ、でしょ、そう、なんかつかめる感じがする、グイッとライブ感あるよね、そのやり方。お、いいね、そうでしょ、あ、黒い傘さん、いや、ハスター、こんばんは、ようこそ、そして、あ、ワンダー、いや、ハスター、こんばんは、ワンダゴー、仕事中なのでアーカイブ楽しみにしてるよ、200g、ありがとうございます、ありがとう、お仕事中なんだね、頑張って。30日で平日だもんね、お仕事の方お仕事してるよね、きっとね。いやー、頑張ってくださいませ。うん、そしてマッキーさん、いや、ハスターこんばんは、アキタネルさん、いや、ハスターこんばんは、ようことでございます、ありがとう、みんなナイスコ、ありがとうございますね。そうなの、今日ちょっとね、皆様にとりあえずお詫びお詫びなんですけど、今日さ、昨日とか散々の今日のフロハス8時半からやりますみたいな、見てねーってすっごい、はい、宣伝してたんですけど、ハスターの夜から用事を入れてることをね、すっかり忘れてて、でその用事のことをまあ思い出して、あ、やっべと思って、これはやばいなと思って、なんかその用事っていうのが、なんかなんだろう、ハスタだけの用事というか、別にハスタがやるだけの用事とかだったら別にそっちの用事やらなくていいかって思ったんですけど、今日やる用事っていうのがマーダーミステリーをやるっていう用事だったので、ちょっとさすがにマダミス当日に抜けるのは申し訳なさすぎると思ってなのでちょっとね、配信時間は申し訳ないんですけれども、繰り上げさせていただきました。ということで18時からやっている次第でございます。急遽、めちゃめちゃ急遽だったのでね、本当に申し訳ないのですよ。もうせっかくね、なんか数日前からね、もうバーンって予定表3日間やるぜみたいな感じで出してたのにさ、あーと思って、ほんとごめんね。そして急遽な時間変更にもかかわらず、こうやって遊びに来てくださった皆様、お仕事中にもかかわらず顔を出してくださった皆様、本当にありがとうございます。なのです、これはもうね、あれだよね、深くお辞儀して謝罪をしなきゃいけないよね。皆様、急遽な時間変更誠に申し訳ございませんでした。そしてありがとうございます。うえー、写真をこの超気持ちを入れた土下座からの回転で許してはい、ありがとね、本当に、いや嬉しい限りでございますよ。まあね、そうなのよ、ありがとう、タクならしゃあないって言ってくださってる方がいるそうなの、タクならしゃあない。ちょっとね、 TRPG とかマダミスはもうね、結構前から予定入れてたから、ああと思って、なんでこんな3日間ハスタ暇なんだろうと思ってたの。そう、ちょっと邪神業の方はもう今年はね、実は仕事納めでございまして、ハスタえへへとか言っちゃったそうだからさ、すっごい暇だったんだよね、めっちゃ。なんでこんな暇なんだろうと思って、で、まあ、夜3日間入れたら、まあ、このざまですよ。このざま。ちょっと、年始も1個ちょっと予定入ってるから気をつけなきゃなと思って、いろいろと思っております。とりあえず、でも明日は、ちゃんと年越しできますので、ちゃんと方々にじゃないか。いろいろと、計画を練って、23時から、明日ちゃんとね、予定通りやりますのでね、時間通り。ぜひぜひ遊びに来てくださいませね。
ちょっとコメント遡っちゃうけど、コールオブ聞きながらキャラシ作ってた。嬉しい、ありがとう。どう、強そうなキャラできた？さあここまで来てだからね仕事納めなので私もアーカイブかな、長くできるようならラストの方来ます。ありがとうございます。長くても2時間かな、2時間以内には終わる可能性が高いでございます。仕事が頑張ってね。やっぱそうだよね、30日。うん、まあいろんな会社さんがあるとは思うんですけど、多分今日までやってる会社さん多いんじゃないかな。平日、土平日だしね。たくならしはない、ありがとう。 YouTube つけたりやってたから時計二度見しました。ごめんね、ありがとう、駆けつけてくれてそうなのそうなのよ、あのいやっべと思って、時間を昨日の夜に急遽変えたんですよ。アマババババですよ、本当にこの時間だっけってなってた。あ、やっぱりそうなってる皆さん。ちょっとじゃあなんか今ツイッターでちょっとあれだね、やっとくね。そして今 BGM が大きいかもっていうのが聞こえたのでちょっと下げました。わざとじゃないです、ありがとう。あの気になったことは言ってちょっとね、まだねこの宅のね大きさ的なものがね、まだちょっとあれなんですよね、ちゃんとできてないんですよね。うんとんと、開始しましたって書いとくね。これこれこれ、そう多分ね、わか、見れてない方とかも絶対いるからね、引用リツイート。こちらこちら、配信始まりました、始まりました。はーじ言葉にね出さないと、ハスターの文字打てないタイプ。始まりました。あーと時間あればぜひ遊びに来てくださいませね。打っときましょう。よし、これでこれで今ツイッターを見てる方のタイムラインに流れるはず。あれ18時みたいな方も絶対いるはずなのに。よし、 OK でございます。お待たせいたしました。さてさて続いていこうかな。うん、むしろ宅をほっぽいてたらさすがにドン引きしますあ、よかった、じゃあハスタの正しかったね。いやもう宅はねちょっとね、しかもお誘いいただいた宅だからちょっとっていうね。うん、あの配信ではちょっとやらないんですけど、配信ではできないまだミスみたいで、裏で楽しんできます楽しみだな。まだミスもね、まだね 2,3 回ぐらいしかハスタやったことないから、これからどんどんやりたいなって思っております。なかなかねやっぱ配信でやるとネタバレとかになっちゃうからね、結構オフラインでやることも多いんですけど、うんね、どうなんだろう。僕は昨日仕事納めでした。お、お疲れ様でございますなのです。いやいや、いいですね、今日から酒が飲めますな酒というか、まああれだね、のんびりできるね未成年の方もいるかもね。あ、お名前呼んでない方がいますね。へー、ヘカトンさんで合ってる？ヘカトンさん、オラオラオラってどこの言葉だっけ、どこだっけ。羊さんたち分かる方いる？でも外国の方かな、オラちょっと待って、調べよう調べよう、待って待ってね。オラ挨拶言いたくなる。え、どこだっけ、スペイン語、あ、スペイン語だ。チャオ、オラ、はい、ハロー全部言っとこう。でもハスタさ、オラって読めたってすごくない？普通ホラーって呼びそうじゃない？これはちょっとハスタスペイン語の適性あるんじゃないかな、そんな気がしてきましたよ。習っちゃおうかな、スペイン語。あ、ハスタもね一個スペイン語を喋れる。トロトロってスペイン語だよね。牛、闘牛、なんだっけ、なんか牛だったはず、トロって。はい、そんだけですそんな感じでございます。はい、ということでどうしようかな。今日はね特に何も雑談も何しようか決めてないんですけどまああのアニソンをねいっぱい歌うっていうまあ感じでやろうと思っているんですけれども、そう今日昨日今日とね、あのアニソンをね選定してたんですよ。何歌おうかなって。
でも今回はアニソンは第1弾、あもうアニソンはさいっぱいあるからさ、多分これから第2弾第3弾とやっていくと思うのよ。なのでとりあえずハスタが歌いたい曲好きな曲とか好きなアニメの曲を今日歌おうと思って持ってきました。でね、あの選定してたらね、あのまあ懐かしい懐かしいあこれ2009年、2004年みたいな、2008年みたいな、なんかねその辺のキャラソンばっかりになっちゃったキャラソンじゃないや、アニソン、それくらいのさアニソンばっかりになっちゃったの。そうやっぱね、なんかその時期なんかめちゃめちゃ好きなやっぱアニメというか一番見てたのかな、一番見てたかもしれない。なかなかちょっと最近とかさなんか見れなかったりすることが多くて、後で Amazon プライムで見たりとかそういうことも多いんですけど、なんか2010年とか、まあもうちょい後半とかぐらいが一番見てた気がするな。なんだろうねなんだろうね、好きなアニメが多かったな。うん、ということでその辺のね、あのアニメにお詳しい方はもしかしたら今日のあのアニソンは全部わかるかもしれない。結構ねハスタの密かな楽しみにしてるんだ。今日歌う曲、羊さんはどれくらいわかってる方いるかなみたいな。やっぱ全曲知ってる方とかいるとね、やっぱ嬉しいなって思うし、でも逆にちょっとマイナーな曲を持ってきて、あこの曲わかんなかったって思ってくださるのもめっちゃ嬉しい。そう、めっちゃいい曲だから、隠れた名曲だから消えてってハスタが、消えてじゃない、聞いてだね、どやれるからさということで今日もね、あのまあ罠というか一曲、結構マイナーな曲持ってきてます。これが分かったらあなたもマニアック、ハスタと同じハスタマニアックでございますよいしょ、ちょっと待って、すごい今笑いながらさ飲み物飲んだらさめっちゃ喉にグーって入って、あやべ、むせるって思った。でも大丈夫だったすぐ天狗になるんですから話しおりますよ大丈夫、まだ天狗じゃない、まだ大丈夫だ。すぐ調子に乗るのもご愛嬌だな解消解消褒められたりとか、あのどやれる場面はすぐどやっていくからね、アスタは。調子に乗るとすぐフラグ回収するのに、やめろやめろオッケー、つまりハスタセレクションね。そうそう、ハスタセレクションでございます今日は。ジューベイさん、いやいやハスタ、こんばんは、ようこそ。こんばんハスタ、ゆっくりしていってね。急遽な時間変更にかかわらず遊びに来てくれてありがとうございます。ハスタマニア、イエス、ハスタマニアでございます。やった天罰、やめろやめろ、むせるかと思ったわ今よしよしよし、じゃあ今日もね2時間以内に収めたいので歌おうかな。今度2曲続けて歌おうと思います。2曲続けてね。先に歌う曲を貼っておこうか。その方がこの曲ねって羊さんたちもわかるかもしれないしね。よし、ちょっとね今メモ帳にコピペしたものをリストに貼りますね。今から歌う曲はこの2曲でーす。よっこいしょ。そい。それから、よいしょ。よいしょ。わー、出とるな。ちょっと待って。枠から出とるの、出るなって思ったんだけど。絶対出るなと思ったけどね。こうかな。はい、お待たせしました。ということで、今から歌う曲は、桜咲く未来恋夢、ゆずかさんの曲と、和田浩司さん、バタフライでございます。まあ、知ってる方多いんじゃないかな、両方。両方っていう方、バタフライは知ってるんじゃないかな。デジモンね。デジモンアドベンチャーの曲ですね。デジモンアドベンチャーの曲。そして、桜咲く未来恋夢はハスタの好きなダカーポというアニメの曲でございます。じゃあ行きましょうか。桜咲く未来恋夢はアカペラ、そしてバタフライはできればカラオケで行きたいなと思っております。じゃあ早速歌っちゃいましょう。 BGM を一旦切りますね、そしてそして風呂へドボン。
風呂へドボンしました。あ、詳しい、みんな詳しいね。名曲持ってきましたね。だからことデジモンだ。デジモンいいですね。一緒一緒、ぜひぜひ聴いてくださいませね。それでは2曲続けて聴いてください。ゆずかさんで桜咲く未来恋夢、発音わかんない空が青いよね、君が微笑んだ何気ない一言は心つないでく、吐きかけの靴で開けた扉の向こう、君に重なる景色、僕はときめいた。桜咲く未来恋夢、高まることを抑えずに、二人で感じる季節を超えてゆく、かけがえのない瞬間と出会いが作るストーリー、舞い散る桜に願いを込めて歩んでゆく、花は開く。聞いていただきました。ゆずかさんで桜咲く未来恋夢、そして和田浩二さんでバタフライでございました。ありがとうございます。お、いいね、イントロでテンション上がる。無限大パチパチ、ありがとう。桜咲く未来恋夢初めて聞いたな、いい曲ありがとう。そう、めっちゃいい曲なの。ぜひね、このダカーポのオープニングは名曲揃いなので見ていただきたい。ぜひね、あのアニメ、曲で気に入った後はあのアニメを見ていただいて、でそのアニメも気に入ったよっていう方はぜひあのゲームにも手を出してみてくださいあのあなたが成人していればぜひゲームも手を出してみてください邪神のね、なんだろう、ささやきでございました。はい、そうなの、あの美少女ゲームが元になってるんですよ。だから女の子とかめっちゃ可愛くてさ、そうハスタ、あんまりこう深夜アニメとかって、そう当時そのさダカーポとかやってる時に見たことなくって、でまあ可愛い女の子がいっぱい出てくるアニメってあんま見たことなかったんですよ。でたまたま夜中にちょっとテレビつけてて、
ってあのアニメやってるなと思って見てたら、あのこうダカーポの桜咲く未来恋夢で流れて、であのアニメ、あアニメだと思って見たら、え何女の子めっちゃ可愛いと思って、えめっちゃ女の子可愛い、何このアニメってなって、そこから、あ美少女ゲーム原作のアニメとかがいろいろ今流行ってるんだみたいな感じになって、やべねむちゃんかわいいみたいなそうなんですよ。でそこからダカーポにハスターはハマっちゃいました。ハスターはねむちゃん、朝倉ねむちゃん派だったんですけど、あの、まあ、あの何回かねあの雑談とかでも言ってるんですけど、吉野さくらちゃんっていうあのツインテのねかわいいキャラクターもいて、その子となんかこうなんだろう、キノコの山 vs タケノコの里みたいな、そういう争いを熾烈なねなんか争いというか、どっち派みたいなのに分かれて、結構そういうのがあったらしいよっていうのをハスタも聞いた羊さんから教えてもらったのかな、なんかねらしいね、キノコタケノコ戦争みたいになってたみたいな、そんな感じで可愛い女の子がね、あのもちろんねむちゃん、さくらちゃん以外にも可愛い女の子たくさんいるので、ぜひ見てほしいのです。これもなかなか古いよねアニメとしてはね。あとまあデジモンアドベンチャーのバタフライでございますね。こちらは結構なんだニコニコ動画とかでもさ、めちゃめちゃ盛り上がったこともあったし、あとテレビとかでさ、あのアニソン特集みたいなのでも結構バタフライって出てきたりするから、ご存知の方多いんじゃないかな。うん、まあ言わずと知れたデジモンアドベンチャーの曲なんですけど、ハスタデジモンめっちゃ好きなんですよね。うん、あの特に昔のデジモン、ごめんね解雇中って思われたらちょっとあれなんですけどデジモンアドベンチャー初代とデジモンアドベンチャー02が特にめっちゃ好きで、まあ、テーマーズとかフロンティアとかもね好きなんですけど、その後もいろいろ見たりはしてるんですけど、やっぱりこう原点としてはね、初代デジモンとデジモン02かなっていうハスタのねこの気持ちすごいね、なんかもういろんな大切なことを教えてもらったね人間界で生きていくにはデジモンを見ればあの一通りあの大切なことがわかる、勇気だったり友情だったりね、愛情、知識、誠実さ、純真さ、優しさ、あとなんだっけ、あと言い忘れてるのある、誰か言い忘れた、みんな言った大丈夫かな、ああと希望と光、ここ忘れちゃダメだね、希望と光ね、これを持って人間界へ遊びに行けば、地球に行けば、ハスタはきっと羊さんたちと仲良くなれる、そう思ってやってきました知らんけど今半分思いついたけど、いやでもね大事なことだよ、大事なことですよ本当に、よかったデジモンは小説しか見てないんですよね。あ、でも小説派だったんですね、笠さんは。ハスタ小説逆に見てないかもしれない。あ、吉巻さん、よしく。いやいや、ハスタ、こんばんは、ようこそ。リアルに風呂入ってました。いやいや、お、いいね、さっぱりポンだね。ハスタもね、これ終わったらシャワー浴びよう。汗かいちゃうからね、防音室で歌うと。桜咲く未来恋夢、前配信で歌ってたので思い出しました。そうなの、たまに歌ってます。好きな曲なので。桜色の季節もいいよね。あーもちろん第二ボタンもいいけど、あー桜色の季節もいいね。そう本当にね、ダカーポいい曲多いんですよね。二人で歩いた並木道だっけ、桜色の季節の中で、いやーいいね、泣くねハスタさんから悪意の類を感じました。あと少しポイント貯まったら通報ですね。やばいやばい、その前に羊さんたちの産地を減らして狂気に犯してやる。これが悪意と思わないぐらいの狂気に犯してやるのですでも桜戦争の私も経験したよ。おお、友達と一時期それで頻繁に激突したので、仲間内でタブーになってしまった。やばい、お互いの地雷みたいな感じになってたんだね。あったんだねもうダカーポの話できないみたいな、もうずっとヨリコさんの話しとこうみたいな、そんな感じになるんだね。なぜ推しで争うのかね、なぜ人を争ってしまうのか、みんな平和に行こうぜっていうね気持ちはわからんでもないけどね、俺の推しが一番みたいなね。デジモンは世代より後の自分でも知ってますからね。やっぱね、そうですよね、こう引き継がれてる感じあるよね、いろんな世代に。こうまあポケモンとかもそうですよね、
もうどの世代でもみたいな。だからパーは全年齢版がある。あ、言っちゃダメだって18禁版にまあいいやまあいいや、全年齢版ありますねはい、ということで全年齢版もありますので、気になる方ゲームやってみてね。ハスターはダカーポ2は履修した、あの成人向けでデジモンは初代が好きですね。あーいいねいいね、仲間仲間。優劣っていうか、どっちが真のメインヒロインかでバトってきたね。あーどちらがストーリー的にメインか。あーもうハスター的にはもうどっちも可愛いからね、どっちもメインでってなっちゃうけど、いろいろとこうストーリーを深読みしたりとかやっていくと、確かにね、ネムちゃんじゃね、いやこういう魔法とか桜の木とかだと桜ちゃんじゃねとかあるよね。あるある。デジモンから何も学べてねえじゃないですか自分を見直してみてくださいよ。めっちゃ学んでるから、もう今実践中だから。何回も言ってる気がするけど、初代の光のね、ねっとりした空気がたまらなく好き。あーもうね、色気すごいよね、光ちゃんの。お兄ちゃん、あの一応妹キャラなんですけど、なんかねもう人生絶対強くてニューゲームでしょみたいな、あの感じね若干のこう未亡人感っていうか、未亡人感まではいかないか、なんかこう全部悟ってる感あるよね。わかる。ゼロツーになってくるとね、光ちゃんもこう割と普通の女の子感がね増してきて、まあ、たまにすごい神秘的なことやってるけど、まあゼロツーはね、光ちゃんとみやこさんのゆりゆりが来ましたわでしたね。たまらんですよよかったな、あのシーン。暗黒の海的なところにこう閉じ込められた時に、こうみやこさんがね連れ戻しに来てくれるんですよ、光ちゃんは。で、光ちゃんがなんかこうくじけそうになったら、私が何回でも連れ戻してあげるみたいな、だからいなくなるなんて言わないでみたいな、でジョグレス進化ですよ。最高ですな、来ましたわですわ。まあいいや、まあいいやハーハーする。まあ話聞く限り、デジモンとイナエリは初代一強な感じありますよね。初代が神で尻すぼみ状態、まあなかなか難しいよね。一番最初が神すぎて、まあそれを超えようとするとどうしてもみたいなね、リチクリ回した結果みたいなでもね、まあ初代以降のもね、あのなんだろう、やっぱ一番思い出すのは初代かなって思うところあるけど、そこになんだろう、なんだろう、2代目の良さっていうのもあるよね。2代目は2代目の良さがあったりとか、ファスタも結構さ、あのデジモンもイナイレも一番好きなキャラって、あの2代目の02と、あとイナイレのあのあれ、宇宙の方、宇宙人が攻めてくるやつ合ってるよね、あれに一番好きなキャラがいたりするから、まあそんな感じだよね。ほんと？あ、ジマーくんのばさん、いやいやハスター、こんにちは、こんばんは、ようこそ。こんばんは、配信見させていただきます、ありがとうございます。ダカーポは2の、おお、乙女ちゃんが好きです。乙女ちゃんで合ってたよね、確か。乙姫じゃないよね、乙女ちゃんだよね、お姉ちゃんの方だよね、確か合ってるハスタのうっすら、ハスタダカーポ2はね、アンズちゃん派だったのどうでもいいよねこれね、ハスタのね情報ね。いやー、ダカーポツも良かったな。よし、通報しました、プリズン送りです、確定。やばい、プリンセスプリズン、プリズンプリンセスになっちゃう、ハスタも。やばい、脇見せてあの手錠はめられちゃう嘘です、ごめんなさい、なんでもありません。ダカーポ4は全年齢だけだからおすすめ。あ、そうだねそうだね、4は確かで、結構声優さんとかもね、知ってる声優さんとかいたんじゃなかったっけ。声優さんの演技もあるけど、なんかこう非人間的というか、浮世離れ感というかね、形容するのは難しい。荒木かえさんだっけ、そうだよね確か、ちびうさちゃんとかやってた。いいよね、なんかあの感じわかるわ。デジモン見たことありません。お、そうなの、ぜひぜひ見てほしい。ハスタのね、なんだろう、一番好きなアニメなのかもしれない、デジモンアドベンチャーと、デジモンアドベンチャー02って、割と原点感ある。それ以前にもいろいろねアニメ見たりとかはしてたんですけど、ディズニーとかもずっと好きだったしね、隣あのジブリとかもずっと好きで見てたけど、アニメ好きだけど、なんかこうドハマりしたのってデジモンが最初な気がする。デジモンでこうなんかなんだろう、オタクになった、純粋にこうアニメを楽しんでたのが、なんかちょっとこう一歩踏み出した感あるよね。
同人誌とか買っちゃったよね。だってひどいんだよひどいんだよ。ハスタのあのセライノの本屋さんさ、セライノの本屋さん、セライノの図書館なんでもあるからさ、デジモンのさなんか本とかあるのかなと思ってさ本見に行ったらさ、なんかちょっと絵柄違うけどなんかちょっと分厚めのね本が売ってて、あこれデジモンの本だと思って、あへえと思って買ったら、あの中身あのアンソロジー系、デジモンアンソロジーで、あのすっげえヤマトと太一がイチャイチャしてのファッとなって、これどういうこと、えそういう描写あったっけみたいな、え公式、いや違う公式じゃない、あこれって同人誌って言うんだ、アンソロジーって言うんだみたいな、そんな感じ認識しました。あと同人誌とは分かんなかったのかな、その時はアンソロジーって言ってちょっとなんかあのイチャイチャものが多いそういう本があるんだなみたいな認識をしてて、でその後だ、その後に邪神友達がナルトのなんか薄い本を読んでて、でナルトハスタその時も好きだったから、あナルトの本出てるのって言ったら、見るって言われて見たら、なんだっけあれ、サスケとカカシ先生がまぐわってた。ファってなったよね、あこういう世界があるんだみたいな、でも嫌じゃない、嫌じゃないぞこれはみたいな感じで、まあ、そっからだよね、そっからまあホイッスルに行きいないれに行き、なんだろうこのハスタの分かりやすい感じね、分かりやすいよね、いやまあそういうことはどうでもいいんですよ、どうでもいいんですよ別に。ほらやっぱ人間も邪神もね歴史があるというそういうお話でございました。そう美少女作品に関してはそのアニメでねダカープを見かけたのが最初でございますし、そうこんな感じ、何喋ってんだろう、めっちゃ喋ってたら喉乾いたわ、なんかすごい うわーって書かれてるし。デジモンの映画僕らのウォーゲームが見るとき未だにビクってなる、ビクってなるの。チャーチャララララララッタララ、なんかあの時すごいあの曲聴きたくなってたよね、なんか借りたりしたよね、なんかふえーってなって、あの曲がやっぱ出てくるな、乙姫だとトイレのやつになる、そうだ手をかざしたらザーって流してくれるやつだ、プリズンプリンセス、プリンセスは余計な一言では、そっかハスタ王だったわ、プリズンキングやわ。プリズンエンペラーやな、プリズンエンペラーかっこいいね。ダカーポは最近出たカードゲームのフルレアデッキ作って50万ぐらいで作りました。すごっ、カードゲームになってるんだダカーポって、でフルレアデッキ、レアデッキなの50万ぐらい、あそれはあれ、あのカードショップでこういろいろレアなカード買ったりとか、その集めるのにってこと、すごいね、もう宝物じゃん、宝物ですね、大事にしてね、いやいいねいいね、早く脇見せ高速の CG を見せてくれ。脇見せ高速の CG。 確かにたまに脇開いてる服着てるもんね、明日ね、アンソロとか同人を公式物と勘違いしてみるな、オタクの入り口をね、そうそうあれ注意書きとかないからね、びっくりだよね、角川のアンソロジー結構あるよね、なんか昔こうドラクエとかあったよね、ドラクエのなんか6とかあった、見たような覚えがあるもん、なぜか家にあった、パパが買ったのかな、よくパパが買ったのかな、ちょっとわかんないけど家にあったなーって思った、うわナエルさんだった、うわ素質はあった、ハスタちゃん、そう素質ある、だってママの子だもん、シュブママはね漫画大好きなんだ、で結構ねいろいろと漫画持ってて、例えば源氏物語の漫画、朝木夢見とか、そう朝木夢見とかってなんかめちゃめちゃエロいじゃん。ああいうの見たりしてたし、あと男の子同士だとあれポーの一族だっけ、ポーの一族とか確かお家にあったなみたいな、でなんかああ男の子みたいな。そこに特に偏見はなかったかもしれない、美しいもの同士惹かれるのは当然だよねみたいな、女の子同士でも男の子同士でも、
ど、アンソロとか同人誌みたいなもの最初公式が作ってないのに著作権大丈夫なのとか考えてた。あ、二次創作的なね、ちょっとわかんない時ねとかね、え、何これみたいなあるよね、不安になる気持ち。歴史があるって綺麗な言葉でくられたくないんですが。歴史歴史、プリズンエンペラーとか牢獄に一体どんくらい捕まってるんですか。やばいね、牢獄の主みたいになってる。おう、この牢獄のことは何でも聞いてくれみたいな。そういう主になってる。デジモンはバトスピのデッキは作っていますが、内容知らないのでデュークモンが強い。デュークモンね、デジモンテイマーズの、主人公が、あの主人公のデジモンですね。デュークモン声も強いんだよ、声悟空だからね、そりゃ強いよね。かっこいいよね、デュークモンね。なんかね、ギルモンの時、あのデュークモンの、デュークモンがなんだっけ、完全体、究極体、完全体かなかなんかで、でそのなんか成長期とかがギルモンっていうキャラクターなんですけど、なんか野沢雅子さんのこう演じ分けがすごいよね。デュークモンめっちゃかっこいいんですよ。デュークモンみたいな、なんかめっちゃかっこいいんですけど、ギルモンはなんかギルモンお腹すいたーみたいな。めっちゃ可愛いのよね。あ、すごいな、使い分け同じ人がやってるんだみたいな、悟空なんだみたいな、驚いた覚えがある。うん、でもそうやって公式と非公式の違いを知り、同人という文化を知る、その上でどうするかを自分で判断するのだ。そうそう、自立、自分でこう選び取っていくんですよ、人生は。これはこれを俺は掴むみたいなね。そう、掴んできた同人誌、たくさんの同人誌。多分まだ実家にある、実家のね、実家というか、あの呼ぶパパとかのお家のね、多分ね、ある気がするな、あるな多分。で昔やっぱね、ちょっと隠してたね、ちょっと勉強机的なものってあるじゃない、こうちっちゃい頃って一人ずつこう勉強机みたいなのが用意されて、で一番下の引き出しがさ、なんかちょっとさ、あの底が高くてさ、いろいろ A4 のノートとか入るようになってるじゃないですか。あそこね、あそこね、あの全部同人誌で埋まってた、パンパンだった。あそこにね、結構ね、あの買った同人誌、通販の同人誌とか、あ、同人誌、通販で買った同人誌とか、あとあの声優アニメディアとか。なんかああいうの隠し持ってた覚えがある、懐かしいね。さすがにどうしたかな、あれ勉強机はもう実家ないはずだから、どうしたかなあれ。すごい今どうしたんだろうっていうのが不安になっちゃった。お家でさらけ出されてるかもしれない。うん、高畑のカードゲームは声優のサインカードとかありますよ。おお、それこそレアだね、超レアカードの SS レアカードだね。カスタ様にローだけに、カゲロウだってる、カゲロウとかどうです、あれでしょ、あの今すっごい嫌な顔しちゃったね、これあれでしょって、あのあれでしょ、あのダンジョンがさ、あのいろいろランダムで変わる、で逃げるやつでしょ、なんかね、やろうかみたいな話出てたね、管理人さんと。でそこから結局やってないな。今日椅子元気だね、椅子めっちゃ動く。声優さんといえば太一もそらさんも中の人亡くなってしまってるの、ほんと悲しいよね。そうだね、だんだん、そっか、そういうことになってきちゃうのかって思っちゃったもんね、なんかやっぱ、いやー寂しい本当にね。お二方ともね、なんかあのそのデジモンだけじゃなくてね、いろいろと素晴らしいアニメに出て、素晴らしいあの声優さんだったから、もう本当に悲しいよね。トットロじゃねえや、なんだっけあれ、名前出てこなくなっちゃった、ジブリのとか、あとミニーちゃんとかね、悲しみ。ダカーポの次はヨスガの空のアニメだよね。でもヨスガの空もね、ハスタ曲好きだよ、あのエンディングかな、あの曲好きだったな、あの猫缶さんだけが作ってらっしゃる曲、今パッて出てこないけど一回歌った気がする、エンディング曲、エンディングアニメ出るかな、名前が出てこなくなっちゃった。どれだっけ、
つなぐ絆、つなぐ絆、そうそうそう、つなぐ絆っていう曲が好きだったはずだ。あの曲いい曲じゃない？めっちゃ知ってる？歌えばわかるかな。儚い思いもその苦しみも何もかもを抱き止めたい。優しさに出会えたからってやつあの曲めっちゃ好き。ギルも懐かしい。パン食べてるの好きね。そうそう、タカトのお家がパン屋さんなんだよね。タカトのとこ何っていう。夜空の空はやめい。そうだね、夜空の空はなかなかね、あのあれだからね、結構こう世の中のね流れに逆らってたアニメだよね。掴んだ結果が警察にお世話になるんですから悲しいですね。まだまだお世話になってないから、まだ大丈夫、まだ慌てる時間じゃないのです。でもシャッフルのアニメは今でも何でもなんでああなったのか謎だよね。いやあれはあれで話題性あったけど、あとシャッフルはね見てないな。でもシャッフルってあれだっけ、空鍋のやつ。空鍋だけなんか知ってるんですけど、シャッフルじゃなかったっけ、合ってる。確かね、あのヤンデレ図鑑みたいなの買ったの、本を。その中にシャッフルの空鍋のねなんか話が載ってた気がする。夜空の空は未視聴だな。友達に見てって言われまくって未だにどんなアニメか知らないけど、ハスタ様が言うならそっち系か。ハスタが言うならってどういうこと。でもまあまあそっち系だね。そっち系がお好きならぜひ。懐かしいアニメ見るともう聞けないが結構あるよね。そうだね。あ、この声優さん、あ、この声優さんみたいなね、たまにある。あと、まあ、原作者さんとかね。今やってるリメイク代々も大の大冒険かな。昔の声優さんがかなり亡くなってるからね。だからこそ声優変更もしゃあなしだったけど、あーそっか。なんかやっぱちょっとね、昔の作品が好きな方からすると、声優変更すんのみたいなちょっと感じになる時もあるけど、そういう理由もやっぱあるよね。なんか一人だけ変えるなら変えるかみたいな。どういう理由なのかちょっとわかんないけどね。僕がすぐにお世話になるように取り計らってあげますから。やばい、ハスターはじゃあその警察官を狂気に陥れなきゃ。いやいや、ハスターって言わせなきゃ。過去のデジモンが見れるサイトありますか？どうなんだろう。たまにね、なんか昔ニコニコ動画とかでさ、一挙放送とかね、やってたよね。アマプラとかでもやってたっけ？たまになんかニコニコとかでもね、アニメ公式で流れてたりとか。する時があるけど、ハスタちょっとこう、なんだろう、詳しくないな、その辺。ハスタ詳しくないや、その辺。ごめんなさいね。もし詳しい方いたらぜひ教えてあげて。もしかしたら D アニメストアとか Amazon プライムとかその辺にある可能性はあるよね。可能性はある。最近は結構アニメとかいっぱい見れるし。うん。そんな気がしますな。夜明け前よりもいいぞ。キャベツの話が最高。あー、キャベツだけ知ってる。キャベツの作画崩壊みたいなあれでしょ。 D アニメとかで見れるで、あ、ありがとう。デジモン D アニメで見れるかも。ぜひぜひ検索してみて。逆にアニメ化して声優変更、うわー、すごく声が似てる人だな、ぼーというのもありますね。あ、めっちゃ寄せてるっていうのあるよね。めっちゃ寄せてるみたいな。それがね、ハマってればすごいね、すごい、あの寄せてくれたんだなって思うけど、無理しなくていいよってたまに思う時とかあるよね。まあでもその声優さんもプレッシャーはあるとは思うからね。その顔変更された後のね、声優さんも応援はしたいんですけど、まあ思い入れが強ければ強いほど、もそういう気持ちもね、わーってなっちゃう。ネットフリあるよ。あ、ネットフリックスもあるんだ。デジモンネットフリもあるみたい。 D アニメ見てみます。あ、ありがとう。ぜひぜひ見てみて。ハスタもちょっと検索してみよう。いや、多分ってテキリリさんが言いたいのは名義の…てんてんてん。あ、そういうこと。あ、そういうこと。そっち、そういうことか。なんだ、めっちゃハスタ今真面目な話したのにね。
転校後の生産も頑張ってるからみたいな、ちょっといいこと言ったのにそっちか。そうだね、うわー似てるなーみたいな発音、このあの発音とか一緒だなーみたいなねそういうやつね、わかった把握しました。そうだね、あるね。まあ、あれもいろいろと理由があるんだろうね。こういろいろと、例えば本名でやってる声優さんとかだとやっぱ私生活に支障が出たりとかするのかな、ちょっとわかんないけど、あんまり詳しくないけどあるかもしんないよね、そういうのも。びっくりするよね。だってほらさ、ハスター、もうハスター、オーマイハスターでさ、あのエロゲ出てたとして、で、あの病院とか行って、あのオーマイハスターがあの本名で、病院とか行ってオーマイハスタ様、オーマイハスタ様って呼ばれたら何人かの患者さんはざわってなるよね、絶対そういうこともありそうだよね。ファーってなるよね、ファーみたいな、いるのみたいな、なんかそういうなんか、そういうのはちょっと嫌だよね。そういうことかもしれない。別名義の話はやめい。みんな分かってたんだ。みんな分かってたんだ。なんだ。鈴木さんから成田さんになったブライト館長は良かった。ブライト館長は何のアニメかな。ガンダム？わからない。よしくんが言うとするとガンダムかなって思っちゃう。初見です。あ、いやいや、ハスター、こんばんは。ありがとうございます。お名前なんて呼ぶのかな。お名前なんて呼ぶ？やばいな、ハスター、ちょっと履修できてないな。読み方。あー、わかんない。でも、アラビア語？アラビア語ですかね？かね？かな？ありがとうございます。ちょっとごめんなさい、読み方がわからなくてちょっとお名前が読めないんですけど、初見です、ありがとうございます。ゆっくりしていってね。歌と雑談と言いつつめっちゃ雑談してます。そろそろ歌おっか。あ、水葉さん家、水葉さん家、北斗みなみさんってよく似てる人いるよね。みんな詳しい。オーガストは最近 PC ゲームが出てなくて残念です。詳しい。オーガストってなんだっけ。あれ、マリーのアトリエとかオーガスト違うか。昔はすごい多かったからね、女性も男性もすごい声優がたくさんエッティーのに普通に出てた。あー、確かに声聞くとまんまやんみたいなね、あるある、すごかった。ハスタが好きなのデュエルセイバーっていうゲームがあるんですけどギガさんのあれとかもすごかったね。え、こんな人が出てんのみたいな、あったな。オーガストは最近はソシャゲだね。おしゃげ系が結構やってるんですね、やっぱり。あ、それガスト、あ、ごめんなさい、オーガストじゃなかったガストだった、オーが抜けてたわ失礼しました、違ったみたいそうなんだね、オーガストは夜明け前よりルリロナだっけ、ルリロナ的なやつだよね。図書館、おー、どっちもなんか聞いたことあるな。ありがとう、素晴らしい、みんな詳しいね。オーガストとガスト混ざってたはずだ。あなたがエロゲ出てたら主人公の初期のお名前ベレとベレスみたいになると思うんで安心してくださいあ、そういうことか、そっちか、ハスタが主人公なんだね。やった、ハスタがみんなをいいようにできるんだね。グリリバとか小安さん、グリリバさん、ミヤドリカーさんもね、小安さん、若本さんとか普通にいたからね、普通にいたんだ。もう声で分かっちゃうよね、そのあたりの方々だと。エッチ話すると止まらないですね、ハスタさん。ダメ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 、止まる、ちょっとブレーキかけよう、ピッピーって。よし、で、ガストねガスト今光栄テクモの傘下だよ。光栄テクモの傘下、あ、そっかそっか、ガスト、確かに光栄テクモさんね、三国無双でよくお世話になっておりますよ。楽しいよね、三国無双で、オーガストで、夜明けなは秋元陽介さんとかいたしね、有名どころ。オーガストなら時空要塞だっけ、みんな詳しいんだな、これがオーガストはアニメがことごとくダメで伸びられなかったのよね。そうなんだ、
アニメで伸びる時ってあるもんね。やっぱ一般というか、なんだろう、そういう美少女アニメをやらないアニメ好きの層とかにもね、知られるもんね。コラボ配信枠終わらせて今来たなり、あ、ナイトさん、いやいやハスター、こんばんは、ようこそ、ゆっくりしていってね。本日はフロハス雑談&アカペラ歌枠でございます。めっちゃなんだろう、今オーガストの話してるよ美少女系ゲームを作ってるオーガストの話をしてます。8月鍵葉っぱとか言ってたよね。違う、オーガスト、キー、リーフリーフ言ったっけオーガストはスパロボで有名だった。あ、そうなんだ、オーガストはスパロボなんだね。いやいやハスター、いやいやハスター、ようこそようこそ。逆にキーはアニメが神で有名に、あ、そうだったんだ。京アニさんとか作ってたよね、キーって。キー作品はい、置いてけぼりです。皆さん詳しいですね。ね、あ、大丈夫大丈夫、ハスターもそこまで詳しくないからそう、あの、誤解を与えちゃあれなんですけど、あの、めちゃめちゃハスタエロゲ詳しいお姉さんじゃないからね羊さんたちの方が詳しいからね、こうやって教えてもらってるんだ。みんな詳しいよねよしよし、ということで歌おっか。いっぱいいっぱいなんか喋った気がするけどほぼほぼなんかこう、ほんと雑な段だねあと、よいしょ、ハスタね、あれだな、ゲーム自体やったことないんですけど、チュアブルソフトとかもすごい気になってた。チュアブルソフト、絵がね、めっちゃ可愛かったの。絵がめっちゃ可愛くて、なんか一人のヒロインをなんかいろんな時代を追っかけてなんか好きになるみたいな、なんかそういうなんかゲームを出してたのよ。で、あれめっちゃ面白そうだなと思って見てたんですけど、結局やってないな。今更だけどちょっとやりたいな。知ってるみんなじゃあ次歌う曲ね、また2曲続けて歌おうと思ってます。2曲歌ううちの1曲目はこちら、ドン。そしてもう1曲が、よいしょ、こちら、ドン。よいしょ、飛び出るね。ちょっとちっちゃくするか。ちょっと歌紹介をちっちゃくしますか。そしたらマーヤさんは入る気がする。ミナミさんは無理だな。クリファイスさんみな無理だな、入らなかったな。よいしょ、ほいっと、これでどうでしょう。はい、お待たせいたしました。歌う曲は栗林みなみさんのクリスタルエナジー、そして坂本真綾さんのマジックナンバーでございます。栗林みなみさんのね、このクリスタルエナジーっていうのは舞乙姫というアニメのゲームでござ、ゲームじゃない、アニメでございます。ハスタのめっちゃ好きなアニメね。で、マジックナンバーは、コバトアニメ、コバトの、オープニングテーマだっけな、エンディングだっけな、まあいいや、曲でございます。はい、もうね選曲がね、もうあの、そう言ってた通り懐かしいっしょ。もうね、この辺のねアニメが好きすぎてね、ハスタ今日はこの辺のアニメばかりになってますここって老人会ですか、やめろやめろまあ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 、ハスタも邪神ですからね、数億年生きてますからね、老人会、まあまあ合ってるかもしんないはい、あ、でも知ってる方も多いね。おー、迷った、マジックナンバーだ、私が強いって、うーにゃーうーにゃーあれ、サンチピンチになってるよ秋田ねるさん、ただいま、おかえりなさいませ。秋田ねるさん、お名前呼んだ、呼んだよね、呼んでない、呼んだ気がする、呼んでた、よし、大丈夫、確定で老人会ですね。僕も名前聞いたことある程度の曲が並びましたじゃ大丈夫、みんなあの結構グレンゲは分かる方が多いと思う、新しいアニメだし、じゃあ歌おっか、歌いましょうか。クリスタルエナジーはね、ちょっとカラオケがなかったので、なので、アカペラで歌います。で、マジックナンバーカラオケが
使用できるものがあるので使用させていただこうと思います。2曲続けていってみましょう。一旦じゃあ BGM を止めて、風呂へドボン、風呂へダイブ。あ、呼んでもらってる、よかったよかった。そっかそっか、仕事お疲れ様でございますよね。仕事納めの方もいつつ、今日もお仕事という方もいつつ、今日が納めの方も多いのかな。さすが31は休めるよね、みんなよしよしよし、ではいけるかな。よし、いきましょう。それでは聞いてください。栗林みなみさんでフリースタルエナジー。ワン、ツー、スリー。重ね合った日々、記憶の奥へ閉じ込め、昨日と違う私が今ここに立てる。降りてきた闇は全てを優しく抱いて、語りかけるの、守ることの本当の意味を、無限に広がる星を何度も見上げていた。あの夜を忘れない、引き返せない。失うものは何もない。溢れ出してくエナジー、熱く強くたくましく、たとえ光のない世界でも声を感じて、あなただけ見つけられる。いい曲。そしてよいしょ。マジックナンバーは、コバトというアニメですね。コバトというアニメでございます。ちなみにその前に歌ったクリスタルエナジーは舞乙姫でございます。うん、まあ10代基準で老人会と言われてもねまあ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 、いい曲がそれだけねあるってことですよね。この年代に歌いたくなっちゃう。老人会、中年会、やめろやめろ
しぶりに迷うと見たくなってきたな。わかる。なんか定期的に移りたくなる、鬱になりたくなるよね。こう舞姫とかもね、もう怒涛の後半の展開とかやばいからね、もううわーってなってくるから好きだったわ。乙女と世界観の設定好きだったね。好きだった。ソーハストも好きだった。すごい好きだった。これサンライズが作ってるんですよね、あのガンダムとか作ってる会社だから結構ね戦闘とかかっこよくて、よいしょ、ちょっと飲み物を足そう。よいしょ、飲み物をたくさん飲んでいます。暑いね、歌ったら暑くなってきちゃった。あちちちち、はい、ありがとう、パチパチ、みんな嬉しい、パチパチありがとう。何度聴いてもいい曲だな。だよねだよね。確か他の V さんの歌ってみたり聴いた曲だ、マジックナンバー。おなあ、いい曲だもんね。みんな歌いたくなるよね。わかる。さっき歌った2つどちらも見たことないけど歌は知ってるんですよね。あーそういうのもわかる。アニソンだけ歌だけ知ってるっていうのもハスタね、結構あるな。ハスタも結構あるな。中年ハスタ、ハスタおばさん、やめろやめろ。それはダメだぞ、言ってはいけないぞ。フィットチーネ詰める案件だよそれは。ニナがエルスを意図せず丸してしまうシーン、苦しいけど好き。あーあーやめてートラウマ。あ、悲しい悲しいシーンが結構多いんですよね。なんかなんだっけ、特にこれ舞乙姫じゃなくて舞姫になっちゃうけどね、なんか舞姫だとあの設定的にこう負けたらね、こう自分の大切なものが消えるみたいな、なんかあれなんですよね確か。で大切なものだったらなんか大切な人も消えるしみたいな、そういうのでね、あの絶望感すごかったな。すごかったわ。ホリックとか書いてる人の作品ですよね。あ、コバトはそうですね、そう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 、あのクランプさん、クランプさんの作品ですね。ですです。その後のアリカとニナの激突も良い。おー見たくなってきた。なんか若干こう記憶がさ薄れてきてるからさ、舞乙姫と舞姫と、もう一回見たいな、見たいな。やってないかな、 D アニメで。D アニメでやってなかったらツタヤかゲオで借りてくるしかないんだけど、そんな感じ。いやーいいんですよ、ぜひね見たことないよっていう方はね見てほしいな。美少女もので、あの戦闘とかも好きで、でちょっと悲しい話っていうか、ちょっと絶望感とか味わうの好きな方は好きかも。舞姫、舞乙姫。うん。そうそうそう、弟が死んでブチ切れる舞ちゃんね。あれもよかった。声優さんの演技もよかったよね。皆さん、すごいよかった。ねえ。で、実はね、さっきあの、曲知ってるけどアニメ知らないっていう話が出てたんですけど、実はハースタもね、コバトってちゃんと見たことないんだよね。実はマジックナンバーはめちゃめちゃ好きなんですけど、実はちゃんとアニメの方見たことないっていう。こっちも見たいな、こっちもちゃんと見てみたいなって思っております。 D アニメでありますよ。あ、本当？マジっすか？それはじゃあ見たいな、見たい。 D アニメ検索しよう。確か検索できたはず。いろんなね、アニメ見たくなっちゃうよね。乙女も姫も、あ、両方あるんですか？それはすごいいい情報。ありがとう、字幕のばさん。これはちょっと見るしかないな。姫から全部見よう。勇気が願い、叶えるのよいザウェス。負けないように。なんかこんな歌もあったよね。坂本真綾さんの曲は結構聴いてるから、その時に聴いたマジックナンバー。あ、そうだ、ハスタも邪神友達がめちゃめちゃ坂本真綾さん好きで、いろいろとおすすめしてもらったんだよね。その中にマジックナンバーがあったはず。真綾さんもね、いい曲多いですよね。すごい好き。あの、アルバムの曲とかも好きだな。あの、ハスタね、あの曲が好きだな。坂本真綾さんの、多分ね、
アニメとかの曲じゃないんですけど、アルバム曲なんですけど、風緑だっけな、風緑だったかな。春に生まれたせいかしら、種が飛んでくみたいにすぐ遠くへ行きたくなる。まだ見ぬ場所へっていう、風緑っていう曲がね、めちゃめちゃ好き。あとね、これもね、アニメの曲じゃないんですけど、これは B 面？シングルの B 面とかかな？プラリネっていう曲があるんですけど、これね、マーヤさんと鈴村健一さんの2人をこう思い浮かべながら聴くとめっちゃニヤニヤする。すごいなんかもうラブラブな曲なんですよ。君と歩いた場所が増えて、星の名をいくつか覚えた。好きな色や好きな本や歌だってたくさん知った。すげーニヤニヤするこの曲聞くと。でもね、クリスマスとかに一柱で聞くとね、絶望感に苛まれるから注意してね。なんだこれはって思っちゃうから。いいよね。あとはまああれですよね、なんだっけ、あれあれ名前が出てこない、チューンザレインボー、そうチューンザレインボーとかね、まあ、名曲ですよね。この曲もいいですよね。君が流す涙拭うためだけに僕はここにいるよ。いいねいいね。しずるさんが当時好きだったな。姫も舞もどっちも、あーしずるさんいいよね。おひとやか京都美人みたいな。で、ヤンデレがした時が最高なんですよね。新藤直美さんの京都弁が最強すぎるんだよな。ねー、いいよね、わかる。ハンスタも好きだったな。しずるさん、しずるさん好きだったけど、あとはね、何里優香さんが好きだったから、あの子も好きだった。なんて名前だっけ、舞姫の出てくるかな、なんだっけな、すげえキャラ名が出てこない。何里さんのなんだっけ、なお、なおちゃん、なおちゃんだ、なおちゃん、なおだね。あ、そうそう、ありがとう、なおちゃん。ちょっとね、ちょっと悪い感じの女の子、悪い感じ。ちょっとなんかぐ、拗ねてるというかぐれてる感じの子なんだよね、確か。なおちゃん好きだったな、かわいいなおちゃん。ちょっとハスに構えた感じのね、女の子でしたね。いいんですよ。マーヤさんだとエミソフィア好き。あー。ララ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 。合ってるよね。レインボーもいいね。ラーゼフォンの劇場版だ。だね、劇場版の曲。結構ね、マーヤさんの曲は結構曲を先行で好きになることが多いですね。後から、あ、このアニメとか映画の曲なんだっていうことが割とある。ナミさんのキレゲー好き。キレゲー、いいね、いいね。いや、いいんですよ。ということで、ナンリさんのね、話が出たので、もう一曲ちょっと歌おうかな。もう一曲歌いましょう。結構いい時間が迫ってきてる。もう1時間経ってるもんね。早いね。これ。よいしょ。また2曲続けていくか。2曲続けていきましょうか。次はね、めっちゃマイナーです。1曲だけマイナー曲をね、割とマイナーかなって思う曲を持ってくるっていう、ハスタの中でこう、なんかあるんですけど、そういうのが。で、今回持ってきた曲は、この曲でございます。知ってる方いるかな？結構な美少女系のゲームとか詳しい方多いから、もしかしたら、わかるかもしれないけど、よいしょ。よいしょ。
はい、どう。あー、出たね。出っ張ったね。翼&秋の、かっこ千葉紗友子さん&南里優香さんで Without You という曲。こちらはテレビアニメダブルウィッシュのキャラクターソングでございます。結構マニアックなとこ持ってきたっしょ。わかるかな、知ってる方いるかな。この曲ね、めちゃめちゃいい曲なんですよ。多分知名度は正直そこまで高くないキャラソンだしね、だと思うんですけど、これキャラソンでいいのみたいな、すっごいハイレベルで、また千葉さんと南里さんってさ、ティアラウェイとかあのユニット組んであのお歌出したりとかしてる実力派の声優さんお二人だから、すごいお歌も上手だし、二人のハモリとかがすごい綺麗で、曲自体もね、もうとても美しいバラードなんですよ。なのでね、この曲はぜひね、原曲聴いてほしいな。はい。って感じです。カラオケは当然ないので、アカペラで歌おうと思ってるんですけど、知ってる方いるかな？知ってる方はぜひ知ってるって教えてね、アスタが喜ぶ。お、知ってるってなるから。で、もう一曲ですね。もう一曲は、こちら。出るよね。よいしょ。こちらを歌おうと思ってます。オフィシャルヒゲダンディズムさんでイエスタデイでございます。こちらは、映画ハローワールドの主題歌ですね。主題歌テーマ曲ですね。そう、あとオフィシャルヒゲダンディズムさん言うときオフィシャルヒゲ男爵さんって言いそうになるんだよね、いつも。それで今ちょっとウップってなっちゃった。はぁ、あ、ちょっと待ってね、喉を潤すね。はいはいはい、お待たせいたしました。じゃあ早速歌っちゃおっかな。よし、結構喋ったね今日も。割とね、お歌メインで今日やろっかなって思ってたんですけど、やっぱこう雑談が楽しくなるとすごい喋っちゃう。イエスタデイか、そう、イエスタデイなの。好きな曲です、アスタの。ルネッサンスをヒゲ男爵って言っちゃうからね。気をつけないと。じゃあ2曲続けて歌いましょう。しました。ではでは行きましょうか。知ってる方はおお、この曲って言って聞いてください。知らない方はぜひこの機会に知っていただいて、好きになってほしい曲でございます。では聞いてください。翼&秋ので Without You。そーっと深く息を吸い、ゆっくり瞳閉じて、一番好きな仕草を思い出す。それでも眠れない夜には明かりをつけたままで、遠くにいてもあなたを見つけられる。
もしあなたが迷い疲れてもう恐れないで、いつでも誰かがその足元を照らしている。今私にできるすべてを月に集めて、あなたの笑顔、幸せがどうか続きますように。 I wish ずっと。はい、ありがとうございます。そして続けていきますよ。よいしょよいしょよいしょ。オフィシャルヒゲダンディズムさんでゲストです。失ったって取り返してみせるよ。雨上がり虹がかかった空みたいな君の笑みを、例えばその対象に誰かの表情を曇らせてしまったっていい。悪者は僕だけでいい。本当はいつでも誰もと思いやり合ってたい。でもそんな悠長な理想論はここで捨てなくちゃな。遥か先で君へ狙いを定めた今日、どれだけ時は払いきれるんだろう。すごいなんか素早く普通の BGM をかけちゃったね。余韻というものがなかったね今。うん、ありがとうございます。パチパチありがとう。嬉しい。みんなルネッサンスだって。ヒゲ男爵も最近見ないな。いや私がテレビ見んだけかもしれないけど、確かにね、ルネッサンスって一時期めっちゃやってたもんね。なんだろう、 YouTube とかでやってんのかな、ちょっとわかんないけど。太陽戦士サンレッドが最後に声聞いたな。これは、ヒゲ男爵さんのってことかな。オフピーク推進 CM で見ましたね、ヒゲ男爵。オフピーク推進。あ、なんか、あれかな、ゲッツの人とかも出てたやつかな。違うかな。あ、お名前を出ない方がいますね。小山マックスさんで合ってるかな。いやいや、ハスターこんばんは、ようこそありがとうございますね。ティアラウェイはプレステ2の DA ホワイト、DA ブラック。おーおー、ハスタでゲーム自体はやってないんですけど、ティアラウェイめちゃめちゃ好きで、あのアルバムとか持ってます。DA ホワイト、DA、どれだっけ？ドリーミーや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 ーとか、だっけ？なんか書いてるかな？ちょっと待って待って。曲。ティアラウェイの曲だよね、テーマソング。あー合ってるね。フロムサイレントスカイだよね。
フロムサイレントスカイだね。合ってたね。合ってた。ちょっとドヤーってなってるけど、ハスタ。いい曲なんですよ。ティアラウェイはいい曲が多いんですよ。そう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 。夢を見ることも忘れず、それを叶えてゆくことを信じられる今なら。これどっちが上だ。決して涙を恐れずに、その道を描いてゆこう、途切れた時間のために。だね。懐かしい懐かしい。 DA ブロックはなんだっけ。アロートライトゥービーだっけ。ラララライナサイレンラララララララ。違うな。ユアシェイド、ユアシェイドか。ユアシェイド懐かしいな。最近あんまり聞いてないけど。月の夜が眩しすぎた窓辺、光の線まるでそれはほうき星が通り過ぎるように、僕たちは眠る前に、また地図を探す両手にさえ溢れる思いは。 Can you please stay by my side? 光と影のその隙間には結ぶの星がきらめいている。そしてあなたとここで会えたら、それは一つの奇跡と呼べる。偶然に動き出したすべてを運命と呼べる日までだね。全部歌っちゃった一番。いやー懐かしい。わかってる。ティアラウェイ好きです。いいですねいいですね。アルバム曲もいい曲多いんですよね。あ、そしてカイさんが水流圭先生だってる読み方が正月休みに書くお題募集してたから、はーちゃんリクエストしてきた。書いてもらえたらラッキー。わあありがとう、リクエスト嬉しい。お正月休みイラスト書くからお題募集してみたいなやつかな。書いてもらえると嬉しいな。ありがとうリクエスト。水流先生にこれは脱がされる。そうなの、脱がされるのハスタ。マジで、あれあれあれ、マッパにされるのハスタ。まあ自分も V してるし、船長とか頻繁に書いてるからワンチャン。おーさあ V されてるんだね。そうなんだ。ほほほほ、楽しみだね。リクエスト通りますようにハスタも祈っとこう。イエスタデイ何気にぽい曲シリーズの方を聴きすぎて一瞬わからなかった。何それ、ぽい曲って、ぽい曲シリーズっていうのがあるの。気になっちゃう。パチパチありがとう。あ、ロボドーフの青さん、いやいやハスター、こんばんは、ようこそ。そしてのびこぶーさん、いやいやハスター、こんばんは、ようこそ。ゆっくりしていってくださいませね。ありがとう、遊びに来てくれて。今日は雑談&アカペラ歌枠ということで、まったりお話ししたりちょこっと歌ったりしております。樋口くんの方が年上だから、普段は樋口さん呼びなの面白かった。そうなんだ、男爵なのに。なんか面白いね。でもしっかりしてるね。なんか、うん、こんばんは、こんばんはスター。自分もアルバムのトゥーリーフ持ってます。おー仲間だ。ハスタも持ってるトゥーリーフもいい曲ですよね。メカトゥマフリーダーモアース、世界中のニュースがいくつもの闇を嘆くけどとか、いやほんと好きなの。ティアラウェイはぜひね、機会があれば皆さんに聴いてほしいよ。聴いてほしいわ、うん、ありがとう。パチパチもありがとうございます。嬉しい。水流慶先生、あ、ありがとう。水流慶先生ね、いわゆるビマル系エロ本の王家だ、王家、タイヤ、王家だからね。調べていい？水流慶先生、水流慶先生出てくるかな？V
VTuber 園長って書かれてる。あー出てきた、出ていらっしゃいました。こちらの方かな。ほんとだ、 VTuber 始めましたって。ほう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 、あ、めっちゃ見てる、めっちゃ見てる、ハスタ。ほんとだ、エロい、エロいぞ、エロいぞ。いやーいいね、いいね。そうなんだね、楽しみだね、リクエストが通りますように。ウェーイ。あ、ほおずきのぞみさん、いやいやハスタ、こんばんは、ようこそ。そしてエリさん、いやいやハスタ、こんばんは、ハロー、ハロー、ハロー。ゆっくりしていってね、ゆっくりしてってねと言いつつ、あともうちょっとで実は終わりだったりするんですけど、そう、実はね、次歌う曲でラストです。ラスト1曲になりました。早いね、時間が経つのは早いですな。水流ランドは知名度高いですしね。おー詳しいね。犬も食わねえよ虹色侍さん方がよくやってるシリーズで、人気曲っぽい曲を YouTube で出してるんですよ。人気曲っぽい曲なんだ。こういうコードでこうメロディーが盛り上がれば、あの、なんだろう、心も盛り上がるみたいな、そういう感じ。面白そう。虹色侍さんね、後で調べてみよう、覚えてたら。そう、結構あした覚えてたらっていうのがあるから。二人組のミュージシャン、あ、ウームさん所属の方なんだ。 YouTuber さんかな。エロ漫画家としてはかなりの知名度だと思う。で、すごい、 Twitter さっき拝見したらね、33万人とかだったよ。すごい、フォロワーさんが。エロいぞー、ワクさん。エロいぞーってなっちゃった、今。イエーってなったね。早い、今来たとこ。ねえ、そうなのよ。実は今日18時からやっててさ。結構もう1時間半経ってるんですよね、実は。で、ハスタが今日夜からね、あの、用事があってさ、まだミスをするという用事があってさ、最初ね、そう、8時半からの予定だったんだけど、その予定をね、あの、完全にすっぽ抜けてて、あ、やべえと思って、ごめんなさい、急遽8時から、いや、急遽6時から、ごめんなさいねってなって今、配信しているところでございます。僕ですら水流系さんの名前知ってますからね、いろいろエグすぎて、エグすぎてなんだ。なんか重要人物みたいになってる、ナイルさんの中で。有名絵師に描いてもらったりするとかなりの知名度アップになるからね、ぜひとも描いてほしい。そうだね、ぜひお願いしたいところなのですよ。確かに確かに。すごい素敵な機会ですね。ありがとう、テンさん、リクエスト。最後はロードですか？確か13章までありましたよね。なにそれ、ロード13章。13番まであるってこと？やばいね。虹色侍面白いですよ。あ、皆様ご存知なんだね。虹色唐辛子は知ってるけど、虹色侍は知らないな。虹色唐辛子って何？そっちハスタ気になっちゃった。唐辛子が虹色なの。ちょっと調べてみようか。あー、漫画なんだ。足立満先生、あのタッチとか H2 とかの足立満先生の虹色唐辛子という漫画があるみたいですね。なんだろう、これは歴史ものっぽい、おかっぴきの話違う。なんか格好が江戸時代とかのおかっぴき感がある。へえー、初めて聞きました。1990年からやってたんだって。あ、ぜひ犬も食わねえよもお願いしますね。 Twitter の名前をつけてくれたの、実はこのバンドの人。あ、そうなんだ。ナイルさんっていう名前をつけたのがこの方ってこと？そういうこと？合ってる？ぜひ、あ、犬も食わねえよだね。ぜひはいらないね。犬も食わねえよ。あ、ほんとだ。ソニーさんの、ソニーミュージック B 所属 YouTuber バンド。犬も食わねえよ。へぇー。あ、ほんとだ。ぽい曲。ぽい曲シリーズって書いてる。
すごいね、目覚ましテレビとかにも出てるんだ。聞いてみようっと。ありがとうございますね。よいしょ。じゃあ最後曲を歌う前に飲み物を飲みますか。あ、飲み物飲みますかじゃ、飲み物をクイズしますか。よいしょ。ちょっと待ってね。これまだだよ。これまだだよ。まだだよ。今から、今からだからね。よいしょ。よいしょ。ほいほいほい。お待たせしました。では、今日は正解が2つあります。飲み物クイズっていうのは、ハスタはね、配信の時に飲み物をいくつか持ち込んで飲んでるんですよ。で、まあ毎日結構日替わりで飲んでるので、今日飲んでいる飲み物は何でしょうかっていうのをね、羊さんたちに当ててもらうという、まあ、ゲーム企画でございます。今から選択肢を書きますので少々お待ちくださいますね。これとこれと、ごついこれと、これ。はい、お待たせしました。ではでは、本日の飲み物クイズ。この中に正解が2つあるので、2つ選んでください。今日、ハスタが飲んでいる飲み物は何でしょうか ?1 番、レモンティー。2番、ミルクティー。3番、おさゆ。4番、ルイボスティー。5番、カレー。さあ、何でしょうか。2つあるよ、2つあるよ。お、最近3時のヒロインとコラボしてて、それで有名に。おー、3時のヒロインってアイドルちゃんだよね、確か。あれ?アイドルちゃんじゃないか。お笑い芸人さんだっけ?あれ、どっちだっけ?あれ?どっちだっけ。あ、アイドルさんだよね、アイドルさんだよね。あ、違う、アイドルさんじゃないや。え、お笑いさんだよねそうそうそう、お笑いの方だよしよしよし、危な、今知ったかぶりそうになった。アイドルですよねみたいなお笑い芸人さんだったね。なるほど、以前いた女王様クイーンの日本語版専門のバンドの逆みたいなものか。へえ、そういう人たちもいたの。クイーン、女王様だね、確かに面白いな、みんな。あ、飲み物みんなありがとう書いてくれてる。テキリリさん、ニトさん、ミルクティーとおさゆ、オッケー。ロボ豆腐の青さん、はいはい、カレーカレーもうカレーダイスを振るまでもなく5番、オッケー。カズさん、また難しいニトさん、ミルクティーとおさゆ、オッケー。ナイルさん1と4、レモンティーとルイボスティー、オッケー。ヨシ君2と3、ミルクティーとおさゆ、オッケー。タイさん1と3、レモンティーとおさゆ、オッケー。あれですね、結構おさゆ推しの方が多いかなおさゆ?おさゆ?なんかね、未だにちょっと発音わかんないんだけど。ジュベさん3と2、おさゆとミルクティー、オッケー。字幕のばさんはおさゆとレモンティー、オッケー。出揃ったかな?出揃ったかな?もうちょい待っとこうか?うん。美味しいね。美味しいです。ふぅ。そうなの。結構最近ね。最近、結構同じもの飲んでる気がするな、アスタ。なんかさ、やっぱ、寒くなってくると温かいものが飲みたくなるじゃないですか。で、温かいものってさ、なんか、なんだろう、普通にペットボトルとかバーって買うと、まあ冷たいものなんですけど、なんか温かいものだとさ、こう、お粉、いっぱい入った粉のやつとかさ、いっぱい入ったティーパックのやつとかさ、なんかそういうの買っちゃうから、結構同じになっちゃうんですよね。例えばカルピスとかでも、ハスタカルピス原液買ってるから、今。ホットカルピスにしたりとかしてるし。なので結構同じものが出てくる可能性が高いかもしれないね。あ、のぞみさん1と3、レモンティーとおさゆ、オッケー。
で、そろそろいいかな。皆さん、いっぱいお答えいただきありがとうございます。では、今日の飲み物の答えを言います。よし。では、今日のハスタが飲んでいる飲み物は、2番ミルクティーと、3番おさゆでございました。パチ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 。はい、当たった方おめでとうございます。なのですよ、たきりりさん、ニートンさん、ミルクティーおさゆ両方正解おめでとう。青さん、はいはい、カレーカレーカレーもまた出るからね、次当ててね。そしてカズさん、ミルクティーとお白湯両方正解おめでとう。ナイルさん、レモンティーとルイボスティーどんまい、次当ててね。ルイボスティーも結構飲んでるからね、ハスタね。よしくん、ニトさん、ミルクティーお白湯両方正解おめでとう。タイさん、レモンティーとお白湯お白湯が正解おめでとう。ジューベイさん、ミルクティーとお白湯両方正解おめでとうなのですよ。字幕のばさん、おさゆが正解おめでとうでございます。パチパチパチ。そしてのぞみさん、レモンティーとおさゆ、おさゆが正解おめでとう。結構当たった方が多いね、おめでとうなのですよ。おさゆ選んでた方多いもんね。はい、今日は甘々のミルクティーとおさゆですおさゆ好きなの、ハスタなんか良くない、スタンダードな感じで。そういえば、紅茶の本場ではストレートってないらしいね。基本ミルクティーらしい、ポロリン先生より。あ、そうなんだ。ストレートティー、確かに、なんかストレートってわざわざつけてるってことは、確かにストレートティーって別になんか本場じゃないのかなってイメージある。確かにそうなんだ、基本ミルクティーなんだね。で、レモンティーとかも結構日本の文化なのかな、どうなんだろう。黄色のくせにハスタちゃんはレモンティーよりミルクティーが好きな記憶。うん、正解黄色のくせにそうなの、ハスタミルクティー大好き。ハニーミルクティーとかね、ゲロ甘なミルクティーとか好きだよ。ロイヤルミルクティーとかね、美味しいよね。うん、おめでとうだよ。やったー、片方だけか、やったー、シャオラーミルクティーとルイボスティーは匂いが喧嘩しちゃうから選ばないかなと。あ、なるほど、そういう深い考察があったのね。ハスタはあまりその辺は考えてなかった。たまに多分ミルクティーとルイボスティーを飲むこともあるだろうなでもいいね、そういう考察も素晴らしいね。さゆはお腹に優しいと聞いたことあります。で、そう、お腹ポカポカどうだろう、少なくともダージリンをミルク割りすることはないと思うけど。あー、茶葉によるか。確かにこの茶葉はこの飲み方がいいとか、なんかあるもんね、いろいろ。そういうイメージがある。申し訳程度のハスター要素かっこ蜂蜜申し訳程度って言われてるハニーミルクティーね、うまうまだよね。蜂蜜おいしい。ミルク割りはセイロンやニルギリが多いけどね。あー、セイロンティー、ニルギリティー、みんな詳しいね、紅茶に。あと本場だと牛乳の濃さが日本より濃いらしい。へえ、日本でいう乳脂肪分 4.0 以上の牛乳がそれ。濃厚。なんか本場のミルクティーとかの方が美味しそうじゃない、それ。日本でもその濃厚な乳脂肪分いっぱい入ってる牛乳で作れば美味しいミルクティーになるかな。ちょっと試してみたくなっちゃうね、そういうの。いい厳選茶葉を購入して、厳選乳脂肪分 4.0 の牛乳を調達してみたいな。新鮮なうちに山の上で飲むみたいな、やりたいな、楽しそう。うん、まだ機会があればやってみようと思いますよ。よしよしよし。じゃあ飲み物クイズのこれ一旦消しますね、ポチ。一番わかりやすいのがジャージー乳って使えばいい。実際それで入れたらめっちゃ違った。おー、ジャージー乳ね、飲んでみたいな。普通に飲んでもなんか濃厚そうでいいですね。たっぷりたっぷりミルクみたいな。
めっちゃチチチチ取れてるみたいな、そんな気がする気がする。へえ。牛の種類が違うの？ってわけじゃないか。まあ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 いいや。原産地だと売り物にならない粉を使って濃い紅茶を作ってミルク割りってのは多いと聞くね。ああ、俗にチャイなんかがするんだけど、そうなんだ。そういうなんかこう生活の技みたいな感じなんだ。こう売り物にならないものをいかに美味しく飲むかみたいな。なるほど、勉強になりますね。いや今日もたくさん羊さんたちに教えてもらったな。そう、紅茶詳しい方も多いんだよね。アニメとエロゲと紅茶に詳しい羊さんっていうハスタの中でアップデートされましたね。ではでは最後に、最後の曲そろそろ行こうかな。結構いい時間になってきたからね。最後はみんなで歌おうみんなで歌おうとかよいしょ。最後に歌う曲はこちらです。予想していた方はいるでしょうか。間違った、これじゃない、こっちだはい、お待たせです。最後に歌う曲はこれ。ポチポチ、よし。恋はカオスのしもべなり、後ろからハイヨリ対 G。 ハイヨレニャルコさん、ダブル、ダブリュー、読み方がすといまいちわかんない、ダブリューで合ってるを歌おうと思います。一回だけ多分ニャルちゃんと歌ったことがあって、それ以降歌ってない気がするな。17で歌ったかなぐらいだね。 YouTube では初かもしんない。うん、きっとみんなサンチピンチって言ってくれるはず。ぜひぜひ最後はこの曲で盛り上がっていきたいと思いますよ。はい、今日もねたくさんお話できて楽しかったのです。お歌もたくさん聴いてパチパチしてくれてありがとうございますね。ということで歌おうかみんな詳しいよ、ミルクに、ミルクティーに詳しい。あ、東大ツツジさん、いやいやハスターこんばんは、ようこそ。ジャージー牛っていう茶色のおじさんのミルクだね。あ、牛さんから違うんだやっぱり。そう、さっきジャージー牛とはみたいなの見たの、検索したら、ジャージーで検索したら、そういうことか。ちなみに乳脂肪分が 4.0 以下だとちょっと水っぽくなって風味が落ちる。 4.0 以上がいいんだね。じゃあ濃厚なミルクが飲みたい。チャイはスパイス入れた濃いミルクティー。おー、ジェントルメンだからさ、高笑い邪神つながり、そう邪神つながりですよ。みんな詳しい。ミルクティーにキャップ一杯メーカーズマーク入れるとめっちゃうまいよ。メーカーズマークとは、これも後で調べよう調べることがめっちゃ多い。よし、ジャージー牛乳と、あ、お酒か、お酒なんだ。ほうほう、ちょっと今度詳しく言うわ。ぜひぜひ教えて。ダブルか草じゃない。ほうほう、草草、あ、ハイヨレニャルコさん草ってそれちょっと面白いな。まあいいや、歌いましょう。じゃあリバーブかけます。そして BGM を切ります。ではでは、今日もたくさん聴いていただき、お話ししてくださってありがとうございました。最後の曲歌いたいと思います。皆さん、歌えるところ一緒に掛け声とかしていってくださいませね。後ろからハイヨリ対 G の恋はカオスのしもべなりと、ハイヨリマスカセのうねりハーサチピキ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 サチ
そうだ、邪魔するならバイバイ、入れよくらうものともよ。そうだ、諦めろバイバイ、お餅焼きしものともよ。あの子欲しいよ、あげないか、これからで宇宙式。あの子ください、無理やり奪いたいのが愛の感動さ。待て待て、やだやだやだ、最後でめっちゃありがとうございます。なのです、サンチがピンチ、それな、防音室のサンチがピンチでした朝イエーイ、ありがとうございますやばかった、酸素値ピンチだったね酸素ピンチってなってるありがとうございますね。じゃあちょっと一旦普通のに戻すかよし、いやー歌ったね、やっぱこの BGM が落ち着くねさっきの BGM のまま締めようかなって思ったんだけど、だけどなんかちょっとねテンション上がりすぎて締まりが悪くなりそうだったからこっちに戻しました。じゃあ今日もたくさん歌って楽しかったです、たくさんお話できて楽しかったです、ありがとうございます。めっちゃジャストじゃん、ハスター、8時までには終わるって言ってたから、うん。ということでね、今日歌った曲はここにね、リストアップしてるし、この後ね、あの説明欄の方に YouTube のチャンネルが公式であるものはその YouTube の公式のチャンネルを貼ったものを説明文のところに貼りますので、あ、こういう歌歌ったんだなってぜひ瀬戸に見てくださいませね。あとカラオケ音源もね一応貼っつけとくので、よかったらみんなも歌ってみてね。ふう、マジで酸素が減ったので終わりにしたいと思いますはい、今日も本当にありがとうございました。またたくさんお話ししたりしましょうね。あ、そう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 、明日だよ。次の配信は明日です。12月31日木曜日23時から年越し配信、初のハスタ初の年越し配信をやろうと思っておりますので、ぜひぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいのです。でね、この年越しのカウントダウンの時はね、なんとなんとにゃるちゃんも一緒にカウントダウンできるといいなって思っておりますので、二柱と一緒に年越しをしましょうね。それでは今日も本当にありがとうございましたなのです。お、潮流鬼神グランサジェットノバさん、チャンネル登録させていただきました、ありがとうございます。潮流鬼神グランサジェットノバさん、いやいやハスター、こんばんは、遊びに来てくれてありがとうございますなのです。またぜひ明日もね年越し配信するから遊びに来てくださいませね。いいね、なんかグラビオを思い出したお名前で飛ばし飛ばしだったから後でアーカイブ見ますね、ありがとう、ぜひ見てくださいませね。明日イベントもりもりだから行けるかどうかね、31日だからね、まあ無理はせずチラーッと覗きに来てくれたら嬉しいかな、大将やってるみたいな感じでぜひぜひお願いいたしますなのです。ということで今日の配信面白かったよって思ってくださった方はググッと高評価ボタン押していただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録まだだよっていう方はぜひぜひハスタチャンネル登録していただけたら嬉しいです、よろしくお願いいたしますグラビー同じこと思ったってタイさん思うよね、
かっこいいもんね。ではでは、今日は本当にありがとうございました。いいやいいや、ハスタ、オーマイハスタでした。バイバーイ、またね。今お名前呼んでない人見つけて戻ってきたわ今戻ってきちゃった。ひどうさん、いやいや、ハスターこんばんは、ありがとう。コメントでテンションが高いありがとうございます。よし、言えた。じゃあ本当にバイバーイ、ありがとうございました。